大和インター近くです。一礼。登ります。左の方は長崎自動車道です。最高の階段。城を振り返ると、イチョウの木切られてますけど、もともと結構大きかったんでしょう。一周回ってみます。イノシシとかが来るみたいですね。あ、八幡宮って書いてあります。わあ、後ろのでっかい大きいクスがありますね。樹齢400年。以上でした。帰りの階段、これも用心しないとちょっと危ないです。年取ったらこの階段もきついですね。駐車場から近いので比較的行きやすいです。最後の階段。よいしょ。よい。